水蒸気が一気に凝結するとき、美しい文様を描く。これを人は氷紋と呼ぶ。氷紋が茜色に輝く朝日に溶けてゆくとき、それは女の涙である。風は季節の迷いを、いつか久しぶりにやってきた土曜日であった。7日おきに必ずやってくる週末が、ユキコには今週に限ってあまりに長く感じられていた。それは夫の口から日下の名前を聞いたことに起因しているようであった。ルナ、おはよう。おはよう。ママ寝坊しちゃったわ。マキ、早起きしちゃった。そうね、幼稚園がある日はいつもなかなか起きないのに。パパまだ寝てるの？そうよ、マキちゃん起こしてきてちょうだい。うん。ひたひたと押し寄せてくる冬の始まりがそこにあった。閉ざされた長い冬、それはそのまま6年間の彼女の結婚生活そのもののようにさえ思われた。あら、マキ来ませんでした？あらあら、そんなとこにいたの？マキ、行ってこな。マキ、パパの嫁さんになるの。あなた、変なこと教えないでください。それでなくてもおませで困ってるんですから。本当だもんね。それじゃ、いつまでも二人で寝てらっしゃい。朝ごはんあげないわよ。どうするか。
それはどこの家にもある明るいホームドラマであるべきものであった。それがどこか冷えたものを残すのはやはり異常と言わなければなるまい。おはようございます。おはよう。いかがでございました？相変わらずさ。いいえ、お仕事の方です。あんたの心配することじゃない。もう済んでしまったことさ。済んでしまった。あんたの特赦の時だってそうだった。こと切れてから故意にやったんだろう殺したんだろうなどと騒ぎ出す。重傷の身体障害児だったというだけの理由で、それによって誰かが身軽になれるという下びた考え方からさ。身軽になんかちっともなってませんわ。俗な人間は俗なことしか考えられんのさ。いただきます。やっぱり亡くなられたんですね。うん。やっぱり重症時。まさか徳ちゃんのこともそう思ってるんじゃあるまいね。とんでもない。そんならこんなところついてきたりしません。札幌いらっしゃると大学へお戻りになりたくなるんじゃございません？どうして？医者としたら当然のことでございましょう。むしろ反対だな。札幌行くためにもう二度と行くまいと思う。疑ってるの？別にあんたに義理立てしてるわけじゃない。ごちそうさま。ごちそうさま。今日土曜日ね。うん。お早いんですか？いや、今日は昼からゴルフに回ります。行ってなかったですか？ええ。今年最後のコンペになるかもしれません。医局の方たちと？いや、いろいろと。何か都合悪いんですか？いえ。それじゃあ牧を連れて宮の森へ行かせていただいてよろしいかしら。父がとっても会いたがってるんです、牧に。お父さんならいらっしゃらないはずですよ。ご一緒？いや、遊びならこっちへ来てもらえばいいじゃないですか。え？マキにね、あんまり宮の森の空気は吸わせたくないんです。どういう意味ですの？マキは諸岡家の人間です。あなた行きたければ一人で行けばいいじゃないですか。私は諸岡家の人間じゃないんですか？それならやめます。
あなたがそんな風に思ってらっしゃるなんてちっとも知りませんでしたわ。マキを甘やかすっていうことですの？マキに宇治家の人間だという意識を植え付けられるのは困るんですよ。あたしそんなつもりで。マキだって。それに。それに何でしょう？いや、いいです。よくありませんわ、あなたがそんな風に思ってらっしゃるなんて。宇治家と諸岡家と一体どこがそんなに違うんでしょう？そういうふうにいちいち突っかかってくるところじゃないですか。私そんなに突っかかってます？うちの母は生涯父に一度も口答えなどしなかった。昔の軍人の家庭ってのはどこでもそうだったんじゃないんですか？これから気をつけます。私はね、私の家庭を作りたいと思ってるんですよ。至極当たり前のことだと思うんですがね。ええ。宇治家の鍵を引くのはあなた一人でたくさんです。あなた、私が父の娘だっていうことにこだわってらっしゃるんじゃありませんの？あなたはお父さんの娘でしょ？違いますか？それはそうかもしれませんけれど、私はあなたの妻じゃありませんの？私は諸岡家の人間だと思ってます。ん？なんだ、もうこんな時間か。17日から3日間学会で東京に行きます。はい。マキちゃん、パパお出かけよ。はい。また来週もいらっしゃるんですね。うん。馬鹿げてるが、いかんわけにもいかんだろう。解決するまでは当分札幌通いが続くことになるだろうな。先生何もおっしゃってくださらないんだから。言ったって始まらないよ。来週は木曜だな。木曜日17日ですね。元気はないね。どうした？熱でもあるんじゃない？いえ。そんならいいけど。じゃあ頼みます。今日はオペがあるから6時過ぎると思います。はい、いってらっしゃいませ。文子には日下の行儀の良さが悲しかった。家政婦なのだから当然とはいうものの、どんなに尽くそうと手一つ触れようとしない日下が恨めしかった。自分との仲を疑われ、殺人の疑いさえかけられて札幌の大学から追放されるようにこの北の果てに送り込まれてきた日下である。彼の潔白は彼女にしか証明できない。その彼が一番疑われる同性という形を取りながら指一本触れてこようとしないのだ。日下への尽きない尊敬とは別に、それはまた女として最も深いところで傷つくことでもあった。次は12号室です。
アッペの術後は1週間です。こちらです。ママと一緒ね。そうね。こんにちは。あら、いらっしゃい。さあ、千代さんが来ましたよ。ママは、まあ、どうも遅くなりまして。あら、何？お嬢様からじゃなかったんでございますか？奥様が行くようにおっしゃったんでございますよ。こちらの旦那様からお電話があったからって。そう、違うんでございますか？うん、別に来てもらってありがたいんだけど。はい、マキちゃん、おばあちゃまからです。何かしら？宮の森へいらっしゃるんでございましょう。行こうと思ってたんだけど、体が重いからやめたの。あら、大奥様がっかりなさいますよ。ママ見て、可愛いお人形さん。あら、いいわね。お先生が買ってお帰りになったんでございますよ。お父さんが？はい。お呼びですか？おお、日下君、医局へ呼び戻すことにしたよ。そうですか、ご配慮ありがとうございます、うん、例の池輸血の件もあるしね。その方が何かにつけて都合がいいかと思って。で、手塩へは野崎君が行ってもらうことになった、うん、彼なら若いし喜んでいくっていうもんだからね。日下喜ぶでしょう。うん。で、もう知ってるんですか？いや、君から知らせてやるといいよ、まあ、彼の研究を続けてもらうためにもいい加減に呼び戻してやらんとな。時々問題を起こすけども優秀な男なんだから。じゃあ早速知らせてやります。ああ、彼札幌にうちなかったね。はい、うん、じゃあ早速住むとこから探してやらんといかんな。はい、心がけておきます。テシオの共立病院に何番だったかな。0163。うん、あ、先生。うん、0163-2局の2812です。2812。あ、どうもありがとう。いえ。だいぶ良くなったな。もう痛くないだろ、ここは。もうちょっとだよ、ぼや。日下先生。ん？北海医大からお電話です。あ、そう、ガーゼ当てといてくれ。はい。はい、日下ですが。おお。おい、喜べよ。医局へ戻ることになったぞ。ん？どうして？決定なのかい？いやいや、そういうわけじゃないけど、こっちにもすぐに手放せない患者もいるしな。近頃は本人に相談もなく決まるのかい？しかしな、おい、悪い話じゃないだろ。そっちにはな、野崎という若いのが行くことに。おい、これはもう決定なんだぞ。勝手だな。そんな言い方はないだろう。これは教授のお別れなんだぞ。いや、それはありがたいけど、こっちにも都合があるんだよ。うちのことならな、俺のは心配しなくても取り計らっとく。うん、うん、うん。あ、今診察中なんだ。後で電話するよ。じゃあそうしてくれ。1時まで医局にいるから。うん。先生、日下先生は大学戻られるんですか？そういうことになりそうだな。お手手汚さないようにね。はい。あら、はい。直子さん、突然伺ったりして行けなかったかしら。いえ、そんなことはないんですけど。ま、どうぞお上がりになって。
由紀子は東出直子の表情にただならぬものを感じていた。一体どうなさったの？うちの人来ませんでしたか？ええ、いらっしゃらないけど、どうして？私疑われてるんです。あの人ったら今朝も良一の写真を穴の開くほど見つめて、それからプイって出てっちゃったの。昨日から口も食いてくれないのよ。そう、私誰にも漏らしてないわよ、主人にも。証拠を握ってのことじゃないんです。大学病院でもその話がちょっと出ましたし、引っかかり出したら止まらない人だから。失礼だけど、その傷出てくの止めようとして。何かつけといた方がよろしいわ。いえ、大丈夫です、大したことないから。でもすいません。先生の奥さん、わざわざ菓子折りを持ってくれましたね。あれはどういうことなんですか？手を引けってことなんですか？それともはっきりさせるとまずいことになるからって教えに来てくれたんですか？東出さん、あなた少し思い込みすぎていらっしゃるんじゃありませんか？いいですか、良一君の血液型は何であるか、まだ確たる証拠はお互いに提出されていません。そうでしょ？うちの家内はただご挨拶に伺っただけなんです。良一君の霊前に菓子折りの一つも備えさせていただきたい、これは私どもの気持ちです。まして奥さんが家内のことをご存知だったということになれば、なおさらなことじゃございませんでしょうか。諸岡先生、教えてくださいよ。正直言って私らにはお医者さんの方のことは何にもわからないんです。血液が当たってそんなに簡単にわかるもんなんですか？めったに間違えることなんかないんでしょう。正直言ってもう我々としても草加がそんな初歩的なミスを犯すとは考えられないんです。あなたが奥さんのことを信じていらっしゃるように、我々も草加のことを信じるより他はないんです。ちょっと失礼。直子さんはそう簡単におっしゃるけれど、まあ、それであなたはご主人との間がうまくいくかもしれないけれど、草加さんにしてみれば医者として大変なお手を残すことになるのよ。そうでしょ？輸血を間違って患者を殺してしまったなんて、信用どころか刑事問題だってなりかねないことですもの。いくら知ってる方だからって B 型でなかったなんて、そんなこと私とても頼めないわ。分かってます。ただ主人から電話が行った時、その時だけ、その時だけでも口を濁していただくわけにはいかないかしら。あなたそんなにご主人のこと。まあご主人が何か言ってきたら取り合わないでほしいぐらいのことは言えないでもないけれど。お願いします。由紀子は直子の身勝手さに腹を立てていた。と同時に一方では草加に電話できるという誘惑に取りつかれていた。うん、分かった。それじゃあ氏家教授によろしく伝えてくれ。それは任せるよ。うん。
それじゃ。はい、草加ですが。ああ。ええ。今諸岡君から電話がありましてね。どうやら札幌へ引きずり戻されるらしいんですよ。まあ、医局へですの。それはどうもおめでとうございます。さあ、めでたいのかどうか。同じ危なっかしいならそばに置いて監視しようってことかもしれません。諸岡君、部屋まで探して決めてあるからって言ってました。そうですか。じゃあいらしたらお祝いの会をしなくちゃいけませんわね。今日電話しましたのは、実はさっき東出さんがお見えになったんです。そうなんです。あ、こんにちは。あ、小田君。あ、いいや。お兄さん、綺麗な看護師さんね。あ、横丸君、お迎えが参りましたよ。どうもどうも遅くなりまして。それじゃあ助教授、お先失礼します。横堀君はあんまりいじめないでくださいよ。ご心配なく。ああ、もしもし、私です。宮の森へは行かなかったんですか？ええ、頭も重いもんですから。何か？いや、出かけるならちょっと頼みたいことがあるんです。またフランス刺繍の仲間に不動産屋の奥さんがいるって言ってましたね。手頃なアパートを探してもらいたいんですが。アパート、どなたのですの？うん、今度医局に来る人間のです。大学へ 3,40 分以内で通えるところで、二間ぐらいあればいいんじゃないですか。どういう方ですの？一人者？奥様は。いや、一人者ですよ。どういう方でしょう。趣味や条件がわからないと探しようがありませんわ。とにかく適当な候補を 2,3 挙げといてもらえればそれでいいんです。わかりました、聞いておきます。旦那様からですか？千代さん、アパート探せですって。アパート、ちょっと出かけてきますから。マキちゃん、すぐ帰ってくるからね。ママ君、部屋まで探して決めてあるからって言ってました。また来たとユキコは思った。草加のことを思うとき決まって起こる痛みである。油汗の流れるような痛みに耐えながら、ユキコは自らに対する小気味よさのようなものさえ覚えていた。小川君。はい。すまないが、府庁を呼んでくれませんか？氏家教授からですが、お部屋にお越しいただけないでしょうか？はい、はい、承知しました。失礼します。諸岡先生と古賀律子看護婦の噂は病院内誰も知らぬものはありません。ただ諸岡先生が氏家教授のお嬢様の旦那様ということで、誰も口にしないだけです。嘘だとお思いでしたら、密かにご調査になってはいかがでしょう。はい。お呼びですか？いや、
早速だけど、うちに古賀律子という看護婦いたかな。はい、第一外科病棟の主任ですが。あ、そう。どんな人。どんなって、古賀が何か。うん。なんか彼女について噂みたいなものは聞いたことないかね。さあ、別に判断も的確ですし、なかなかよくできる看護婦です。もうじゃないわよ。ひと眠りしちゃった。ちょうどよかったじゃないか。草加となかなか連絡が取れなかったんだ。草加先生いつ戻ってらっしゃるの。すぐだよ。戻ってらしても助手でしょ。うん。お気の毒に、随分差がついちゃうのね。草加が戻ってくるのにそんなに気がさすか。何のこと。確か例の重症時の手術にあなた様もついていらっしゃいましたね。あの時の当初私だと思ってらしたの。いやだ。じゃあ私が日下先生に惚れてたってことになるじゃない。確か5人の看護婦がついてた。5人に1人の確率ということになる。はい、一応よく日は入りますし、それに斜めもちょっとしたもんです。奥様はお入りになるんですか。いえ、男の方。私はただ頼まれて。もしもし。ああ、その方、東京へも越されました。どうも。以前の方も東京の本社へ戻られましたんです。とっても運のいいお部屋ですよ。これだけ揃ってれば炊事も一応のことはできますわね。木曜日にご本人がお見えになりますけど、それまで大丈夫ですわね。何かありましたら連絡いたしましょう。すみません、お願いいたします。気に入っていただけるといいんですが。あら、雨かしら。どれ貸してごらん。なくたってできるもん。そうか、できるか。お嬢様、お濡れにならないとよろしゅうございますね。うん、だいぶ降ってきたようだな。マキちゃん、パパ土曜日はいつもこんな遅いのかね。パパお仕事忙しいの。あ、そうか、そうだな。どれ、おじいちゃんもう帰らなくちゃ。おばあちゃん待ってるから。うん、そうだよ、そうだ。ただいま。あ、ママだ。ん、ただいま。おじいちゃん来てるよ。あら、そう。いらっしゃい。おう、
濡れなかったか。うん、大したことない。うん、アパート探しだって。ええ、いいお部屋が一つ見つかりましたわ。あ、そう、お前も大変だね。何が？ん？あ、ちっとも大変なことなんてありませんわ。うん、まあ自分でそう思えるんならそれでいいけど。あら、他になってらしたんですか。ただいま。すいません、これ。だ。お父さん、お茶は？いやいや、もうたくさん十分頂戴した。もう帰らなくちゃ。あら、まだいいじゃないの。いやいや、もうマキちゃんやお前の元気な顔を見りゃそれで十分なんだ。さあ帰るよ。そう。はい、いい子してるんだよ。うん。はい、じゃあごめんなさい。じゃあまた。はい、おじいちゃん、また来てね。うん、はいはい。大先生、もう帰りでございますか。うん、あんたはもうしばらくいてあげなさい。はい、はい、では気をつけてね。さよなら。さよなら。どうして黙ってたんです。ええ、それほどのことも。それがいけないんですよ。どんな痛みです。なんかこうキリキリ差し込んでくるような。うん、寝なさい。え、診察するんです。大丈夫です、私も落ち着きましたから。しかしまたすぐ痛くなるかもしれない。大丈夫です。さあ、今まで下痢をしたりお腹が張ったことありますか。いえ。足を立てて。痛みますか。いえ。これはあんまり。由紀子は夫の目の中に品物を見る時のそれを感じていた。それは優越感につながるもののようであった。この人は全くただの患者として私を見ている。そんなことを思った時、不覚の涙が目尻を伝った。どうしました。いえ。由紀子は夫の診断に協力しようといつか草加のことを思っていた。痛くなればいい、思いっきり。決まったことで仕方がないんだ。
私は札幌へは帰りません。しかしもう7年も経ってるんだよ。でも帰れません。どうしてもダメかい？ここに残らせていただきますわ。残ってどうするの？なんとかなりますでしょう。長い間お世話になりました。おいおい、何も今すぐってわけじゃないよ。木曜に行くのは他の世で行くんだ。一度帰ってくるんだよ。ねえ、僕に迷惑がかかると思うんだったら考え違いだよ。諸岡でございます。あ、いつもお世話になりまして。先生からのご伝言なんですけれども、お車を病院へ回してくださるようにと。はい。それから日下先生、今日お見えになりますので、お願いしてありましたアパートの住所などお持ちいただくようにと。お願いいたします。はいはい、わかりました。すぐに参ります。どうもありがとうございました。ごめんくださいませ。見えになりますので、お願いしてありましたアパートの住所などお持ちいただくように。帰りは日曜日のいつもの61便ですが、はい、もし遅くなるようだったらまた電話します。はい、いらっしゃい。2番搭乗待合室へお入りください。